Hello everyone, it's Motti. 皆さんこんにちは、Mottiです。今日は2022年5月24日火曜日です。今日はですね、現在私は日本に入国して、まだ、自宅等隔離期間ということになるんですけれども、その隔離の期間7日間と言われてるんですけれども、実際にどうやってその7日間を数えるかということについて、お話ししたいと思います。昨日、アップロードした、日本帰国前に必ず準備しておくことという、内容の、動画の方でも、ご紹介したんですけれども、詳しい情報というか最新情報を確認するのは、この厚生労働省の、ホームページを見るのが一番確実だとは思うんですけれども、でさらにここでですね、隔離期間についてもよくある質問というページに書いてはあるんですけど、残念ながらちょっと詳しくないんですね。ということで、今回の動画では、私の、今スマホに入れてる MySOS というアプリですとか、その他の、情報ですね、ちょっと、いろんなところから引っ張り出して、隔離の期間に関して中心に、詳しくご説明したいと思います。はい、この画面はですね、私の MySOS という、携帯電話に入れている、アプリの画面なんですけれども、ここにありますように、待機最終日が2022年5月25日と書いてあります。この日、私はてっきりですね、この日に隔離が明けて、自由に外に行けるのかなとちょっと勘違いしていたんですけれども、と言いますのも、日本に到着したのが5月18日の水曜日で、その朝早朝、フライト到着予定時間で、言いますと5時40分ですね、朝5時40分でしたので、そこからちょうどこう24時間ずつ計算していくと、25日の水曜日の朝には、7日間になるのかなと勘違いして、いたんですけれども、実際のところはですね、5月25日が待機最終日ということになるので、隔離が明けて、自由に外出できるのは5月26日の、木曜日からということになるようです。この画面はですね、アプリの中ですね、 MySOS のアプリをこう、いろいろ、見ていると出てきた、画面をスクショしたものなんですけれども、ここにありますように入国日、私で言うと5月18日ですね、その日は、入国後7日間には含まれないと書いてあります。そして入国後1日目から7日目っていうのが、待機期間ですね。そして、入国後8日目になりますと晴れて、待機解除ということになります。ちょっと実際に私の、入国日に照らし合わせて、もう一度説明したいと思います。はい、入国日が5月18日朝5時40分だったんですけれども、この日は入国後7日間の隔離という期間に含まれないので、翌日の19、20、21、22、23、24、25の7日間が、隔離が必要な期間ということですね。そして、5月26日入国後8日目というカウントになって、この時に待機解除
が可能になります。今回私は、日本滞在が、長期になるので、特に急ぐ用事はないので、のんびり待機期間を消化しようかなと思ってるんですけれども、この数え方で言うと5時40分早朝に、到着しても、例えば夜同じ日の23時に到着しても、隔離が終了するのは入国後8日目ということになるので、すごくね、滞在期間に、制限があって、という方で、なおかつ、このように、7日間の待機が必要という方でしたら、選択肢があるのであれば、遅い到着のフライトで予約するといいと思います。遅い到着っていうのは、つまり到着時刻が遅いということですね。朝の到着よりは夜の到着ということですと、実質その到着日数時間で終了ということになります。この株式会社アイラスっていう旅行会社だと思うんですけれども、そうですね、所在地、旅行保険業務をやってる会社ですね。この、会社のホームページで、分かりやすく説明がされてたので、ここをちょっとみんなで一緒に見たいと思います。帰国入国後の自主待機と検疫所の待機宿泊について、海外から日本に入国帰国される人には水際対策として原則7日間の自主待機自主隔離が求められています。でこれについて、説明しているページですが、最終更新が4月29日ということで、1ヶ月弱前ですね。でおそらくその時点で、新しく情報が、アップデートされているのかと思いますが、はい、ここがポイントということで、期間は原則入国日プラス7日間、ここでは分かりやすくちゃんと書いてありますね。入国日プラス7日間、3日目の検査で陰性が確認された場合、それ以降の待機は不要となりますということで、私の場合はですね、最寄りの、今滞在しているところの最寄りにですね、検査期間が割安というか、安価に検査できる場所がちょっと見つからなかったので、この検査は受けていません。で、この、検査も指定の、ところの検査期間を使わないと、いくら陰性であっても、待機が不要ということには、許可が下りないそうなので、またこのどこで検査したらいいかっていうのは、到着時にですね、受け取る、資料であったり MySOS のアプリの方からも調べることができますので、検討されている方は、認められているその検査機関ですね、そこを、確認すると良いかと思います。で実習待機場所は自宅またはホテルなどに限られています。で入国時の PCR 検査後24時間に限り公共交通機関の利用は可。自主待機期間中 PCR 受験や買い物などの不要不急ではない外出は認められていますが、公共交通機関の利用はできませんですね。そして自主待機期間についてもここに書いてあるんですけれども、停留措置対象国からの帰国であるか、Yes, No で、オーストラリアの場合はこれは、対象国ではありませんので、いいえ
ということですね。そしてワクチンを3回打っているかどうか、打っている場合ははいで、自主待機は免除になります。で、私の場合は、ワクチンを2回しか打っていないのでいいえになりまして、原則7日間の自主待機。そして、もし3日目以降に受ける自主検査で、陰性であれば検査結果を提出しって、これはアプリで提出ですね、 MySOS で提出し、待機終了のお知らせを受領したら、そこから初めて自主待機終了ということで、最短で4日目には、自主待機を終了することが可能です。ただし私のように自主検査をしないという場合はそのまま、待機を続けることになりますので、待機終了が8日目ということになりますね。はい、この7日間には入国日、帰国日は含まれず、その翌日を第1日目として起算し、第7日目の23時59分まで自主待機が求められるため、待機が明けて自由に行動できるのは第8日目からとなります。そのため、ホテルなどを手配する場合は、入国日、帰国日から8泊9日を必要とします。で、ただし水際対策上特に対応すべく変異株などに対する指定国地域から入国帰国する場合は、自主待機ではなく検疫所が用意する、宿泊施設での3日間の待機が求められ、第3日目に宿泊施設で行われる PCR 検査が陰性であれば施設を退所し、自主待機期間も終了となります。ということで、いろいろですね、ちょっと、条件に、どこから日本に、入国するのかによっても異なります。こちらにまたね、詳しい案内がありますが、4月29日現在で、指定国とされているのがこういった国ですね。はい、ここにもありますけれども、このような、記載は更新日時点での情報ということなので、指定国の、地域とかですね、結構コロコロ変わりますので、随時、最新情報を、やはり厚生労働省の、ホームページで確認していくのが、一番安全かと思います。厚生労働省のホームページに関しましては、リンクをこの動画の概要欄にも貼っておきますので、詳しくはそちらを確認してください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。